平野紫耀の魅力、大阪で新たな光を放つ。こんにちは、皆さん。今日は何気ない日常が平凡に感じられた時、突如として大阪谷地朝線平野駅で何かが起こっていることを知りました。投稿が見当たらなくてちょっとした寂しさを感じていた私たちのコミュニティでしたが、一人の仲間が情報をシェアしてくれました。なんと、平野紫耀が平野駅に登場したのです。私たちは迷わず駅へ直行することにした。 通りすがりの皆さんが長い間足を止め、携帯電話を取り出してこの新しいポスターと一緒に写真を撮っていたのはとても嬉しかったです。私たちは別のアプローチをとってポスターに近づき、彼の存在を感じ、目を閉じて彼の全てを想像し、とてもリアルで涙が出ほど幸せな気持ちになりました。私の気持ちはここにいる皆さんの気持ちと同じだと思いますが、これは社会的なイベントとして非常に興味深いものです。 このプロモーションポスターは、これまでのポスターとは異なる美学を持っています。縦長のポスターではなく、横長のデザインが採用されました。これにより、平野仕様の魅力がよりダイレクトに道行く人に伝わることになる。その美しさに触れ、私たちは2月2日のポスターに魅了されました。ところが、電車に乗って帰宅する途中、SNS をチェックしていると、驚くべき反応が広がっていることに気づきました。 多くの人が大阪谷朝鮮平野駅での出来事に戦争や残念がり、一部の人たちは早く平野市業に会いたいと願っていたようです。平野市業の美しさには誰もがうっとりすること間違いなしです。このポスターは本当に見事で、目線の高さに位置しているため、見上げずともその魅力が十分に伝わってきます。その美しさに触れた人たちは、ついついスーパーに駆け込んでビールの箱を手に入れてしまいそうなくらいです。 さて、SNS では食べ物にまつわる楽しい提案も飛び交っています。紫輝くんに会いに行くなら、瓶ビールを持って彼の美しさを堪能しながら飲むのがおすすめです。そして、何よりも彼のファンたちは、紫輝くんに会えることが嬉しくて、もう何も食べなくてもいいかもしれないと冗談交じりに語っています。平野紫耀の登場は、 私たちのコミュニティに新たな活気をもたらし、彼の魅力に触れることで日常がより豊かになります。紫輝くんとの出会いが私たちの心に素敵な余韻を残してくれることでしょう。これからも私たちのコミュニティでは、平野史業にまつわる素敵なイベントが続くことでしょう。彼の魅力に触れ、共有することで日常がより豊かで活気に溢れるものになりそうですね。次なる出来事が待ち遠しいところです。